where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at her. こんにちは、アンナです。今日はお友達とバンズを連れて、あん、かわいい、お友達のワンちゃんも一緒にカフェしてドッグランに行く、ゆったりした春の日でございます。なので今日はそんなゆっくりほっこりな一日を Vlog で撮っていきたいと思います。最後まで見てってくださいね。かわいい。サービスショット。似た者同士なんだよね。やばい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 。でも全然逆方向見てんだよな。おやつ？おやつ？カンカンも食べる？何してんの、けんちゃん。知っといでよ。お友達作っといで。はい。はい。楽しかったね。かわいい。ありがとうね。あ、かわいい。家族なんだよね。家族なんだよね。かわいい。家族なんだよね。ちょっと待って。やばい、マジで。かわいい、ありがとう、本当に楽しかったです。また会おうね。おはようございます。ドッグラン友達と行った日から数日経った朝なんですけれども、ちょっと朝ごはんをね作ろうと思うので動画を回しました。なんか実はあれから数日経って、なんかね、朝起きたら目やにがひどくて、なんか私目やにがひどいことってあんまりないから、あれって思ってたら、その日のお昼くらいに目がめっちゃ赤くなりだして、これはおかしいと思って病院行ったの。そしたらなんと結膜炎だったんですよ。だからメガネ生活スタートって感じ。でもその重度な結膜炎じゃなくて、痛みがないので、痛みもかゆみもなんかゴロゴロ感とかもないから、結構なんかお医者さんもウイルス性なのかアレルギー性なのかまだちょっと分かんないねみたいな。でとりあえずお薬出していただいて、これでちょっと治らなかったらまた来てくださいって言われたの。でももうすでにお薬出していただいて1日しか経ってないのに良くなってきてる。まさかの初めて、人生で初めて結膜炎になって、あ、そう、今からヨーグルトボール作るんですけど、ブルガリアのヨーグルトとバナナ、
人生で初めて結膜炎になってさ、びっくりだよ。なんか私気づいたんですけど、独立してから、なんか独立する前は結構体調崩しやすくて、ほんと大事な時に体調崩すことが多かったんだけど、ここ数年なかったんですよね、あんまり。だけど、まあちょこちょこ体調崩したりもしてたんですよね。で、思ったの、私仕事が落ち着いたら体調崩しやすい。なんか今結構お仕事落ち着いてて、まあ結婚式準備も割と落ち着いてきて、なんて言うんだろう、バタバタした毎日じゃなくて余裕のある時間を送ってるんですね、ここ最近で。そしたら体調崩すの、私って。なんか気が緩むのか、まあ、別にさ、体調崩してもさ、次のお仕事までに復活すればいいからさ、大丈夫な、あ、大丈夫なんだけど、本当に仕事がちょっと落ち着くと体調崩しちゃう、やだ本当で、見て、昨日スーパーで見つけたグラノーラ、これのチョコじゃない普通のなんかココナッツのやつもあったけど、チョコにしてみた。美味しそうやない？え、美味しそう。やばい、入れすぎた。絶対に入れすぎた。まあ、いっか。これに、このチョコレート。86% のチョコレート効果入れる。これね、86% だとさ、もう苦いんだよね、めっちゃ。めっちゃ苦いの。サラダばっかり食べてったら、昨日の夜も一人で鍋してたんだけど、なんか甘いものが食べたくなっちゃうのよ。でも、なんかケーキとかじゃないんだよね、と思って。バナナとグラノーラとヨーグルト、蜂蜜の代わりに天才と開けます。おう、ヨーグルトボール昔からめっちゃ好きなんだよね。完成じゃん。こんな感じ、ヨーグルトとバナナとグラノーラとチョコレートと天才と、ここ気になるねいただきます。メガネ姿恥ずかしいから顔写さない昨日ピラティスに行ってきて、めっちゃ筋肉痛でやばい。いただきます。もう今日は家族に会うだけだから、ゆっくりしてる一日なので、後でお部屋のお掃除と洗濯、ご飯食べ終わったらしようと思います。うん、おいしい、めっちゃおいしい。で、昨日からネットフリで My Life with Water Boy っていうのを見出したので、それを見ながら食べようと思います。 You need to be easier on yourself. Princeton will understand. Move over. It's pretty cramped already. You should text Ruby.About this weekend. Did you see that? That, my friend,